はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト6続きやっていきたいと思います。前回ね、ヘルクラウド城を攻略しまして、まあ今ドランゴいいんだけどね、テリーも仲間入りましたしね。ただ前の DS 版自分実況やってた時テリーずっと使ってたんですよ。ドランゴの方が強いですよと言われたんですけど、まあそれは知ってんだけどテリー使いたかったっていうね、個人的な理由でね。なんだけど今回は別にドランゴ使ってもいいかな。ただね、これね、職業ドラゴンってあるんですけど、これ半端じゃねえので、まあどんなものかやっていこうか。自分があんま使いたくなかったっていう理由わかる。強くなったらな、なんかチート級なんだもんだってすげえ急激に簡単になっちゃうかなーってのもあるから、そこで悩んでたんだよね、自分ぶっちゃけ。でまあ6の方が、まあ6はスーファミの方が難易度高いかなと思ってるので、いいかな。これでゼニスの城に行くのに、あれって船じゃないとダメだっけ。確か行けたよな。あったね、やっぱりひょうたん島で来るべきだね。右の森のとこから歩いてくれる、途中で回復できる場所あった。よし、クラウド城にようこそ。ここは夢の世界を束ねられるゼニス王のお城です。これ来れなかったっけ。ゼニスの城だよね。おや、あなた方はこの私に見覚えがありませんか。はい、やはり封印され魂だけにさまよっている時、あなたたちに会ったような、そんな気がするのです。あ、ここで死んでた人だよね。ここにあるのはみんな世界人の子供たちさ。そうだ、いいものあげるね。はい、世界人の雫、みんなには内緒で大切に使ってね。よっしゃ、まあ、全員全回復だね。まあ、いざという時のアイテムだね。世界人の雫は一雫しか持てないけど、全員を一度に回復できるよ。何もない時は1個目は手に入るけど、2個目以降は手に宝箱とかさ、そんなんじゃなかったっけ。あら、あなたたちは下の世界の住人ね。ねえ、下の世界ってどんなところ。いいえ。うん、そうなんだ。はい。いいな、私も行ってみたいな。もしかしたらすごくかっこいい人がいたりしてね。お、78枚目かな。ほら、王様のお預かりしたこの卵の世話をしてるだよ。何でもこの中には未来が入ってるって話だったよ。ほら、難しい答えはわかんねえけど、同じ未来なら明るいやつがいいやな。これもうすぐ生まれるかもしんねえだよ。ゼニス王は世界の全てをいつも見守っています。しかし王もまた夢の国の住人、心の力だけではどうすることもできぬことがあります。あなた方は下の世界のもの、どうかゼニス王のお力になってくださいますということですね。あれね、僕どうしたんだろう。そっか、人間になれたんだ。あ、なんでもないよ。ここはゼニス様の城だよ。夢の世界で食べれるなんて、ゼニス様頭いいよね。ね。使えるやついたか。あ、あった。夢の世界を束ねるゼニス様頭いいよね。デュランが頭いいって言ってたよ。もしあなたたちの持っている4つの伝説の武器と防具。ということはあなた方なのですね。この城を救ってくださったのは。ありがとうございました。いえいえ。私たちは現実の世界の様々な人たちの夢が集まって生まれました。そうした人々の夢を束ね、夢の世界を治めるのが私たち国王ゼニス様。さあ、王様がお待ちかねです。どうぞお急ぎくださいます。泣いてるよ、ペガサス。泣いてるよ。待ってるよ、ペガサス。待ってるよ。知ってるよ、ペガサス。また飛べるって。勇気、希望、力、未来、いろんな夢を背中に乗せてまた飛べるんだって、なんか今度何、ひょうたん島だの魔法の絨毯だのいろいろありましたけど、ペガサスしてますね。ゼニス王によるとこの城を封じていたデュランもまた大魔王の配下に過ぎなかったと。
大魔王デスタムーアは自分だけの世界を作り、そこに全ての世界を飲み込むつもりです。王の話によると、すでに何人もの人々がその世界に飲み込まれていったとか。狭間の世界をご存知か？いいえ。夢でもない、現実でもない暗黒の世界。それこそが大魔王デスタムーアが住むという狭間の世界なのじゃ。誰も自分の意志では行くことができん。ペガサスを除いてはな。ねえ。この城には、アマかけるテマ。ペガサスが住むと言われる塔に通じるただ一つの道がある。それゆえにデスタムーアはこの城を封じたのであろうな。まあ、何重にも手間をかけてね、封印したけど、だんだん一個ずつ解いていけば、まあ、こんな感じで冒険を紐解くことができるというね。ここなかったっけ？ないか。さあ、前奏がお待ちです。この度は我らが封印を解いていただき誠にありがとうございました。はい。よくぞ来たレックよ。私は待っておったぞ。もう聞き及んでおるだろう。大魔王デスタムーアの名を。大魔王デスタムーアは自分を脅かす恐れのある4つの伝説を封印した。人の持つ様々な能力を拡大させ、やがては勇者を生むかもしれぬダーマ神殿。優れた武器や防具などを与えるメダル王。究極の大呪文、マダンテを今に伝える魔法都市カルベローナ。そして大魔王が作り上げた狭間の世界の鍵を握るこのクラウド城だ。そしてその鍵とは背中に輝く羽を持ち、アマかけるテーマペガサスのこと。このペガサスには狭間の世界の入り口の結界を打ち破る力があった。だが大魔王によってその力は奪われた。よいかレック、この城の井戸より地上に降りペガサスを連れてくるのか。その時こそもう一度ペガサスにその力を与え続けようぞ。だそうです。じゃあ行っちゃいましょうか。ね、今回はドランゴで行きますね。ドランゴ、テリーでもいいんだけどね。テリーがちょっと回復がいなくなっちゃうから、チャモロ、まあ、チャモロかミレールでいいんだけどね。まあ、どっちもいい。ミレールの方がいいかな。ハッスルダンス使えるしね。ミレール、あー、そっか。また。これだったら、こうかな。チャモロがとりあえずバイキルト使いからね。ゼニソウから話は聞いてます。どうかお気をつけて。なんだけど、ちょっと待ってや、セーブした方がいいかな。大丈夫だと思いますけど。ずっとセーブしてなかったような気がする。多分下手したらデュランの前からセーブしてなかったっけ？そんな感じじゃなかったっけ？わかんねえ。連動りしてるんで。ここなんですけど、はい、デスホールから割れた。知ってますこれ。力の盾使ったっけ。これさ、一人だけさ、あの命令させろとかやりたいんだけどね。今回ここかな、攻略は。なんかチョコボとかはいないからね。ここはなんか知らねえけど、マップ覚えてるからね。なんか知らねえけどね、某クローンゲームのせいでマップ覚えてるからね。ここはね、ツボック。
打ち払ったっていいよね。わしは代々天魔の世話をしとるもんじゃが、もし天魔に会いに来たというなら無駄じゃぞ。お前さんたちもここまでやってこられたということは、いろんな事情を分かっとるじゃろ。大魔王デッサムアじゃ、あいつが天魔を死に、もちろんただ一心されたくらいだったらこの足にも解くことができるわ。じゃがダメなんじゃ、心がいないんじゃよ。あれはもう抜け殻なんじゃ。だから悪いことは言わん、行くだけ無駄じゃ、戻った方がいいぞ、うくく。しきりに戻れってけどね。行けってことだからね。お、プチベホマラーレジェンドホーン。あー、チャモロの MP がちょっとやばいな。あ、そっか、ミレイユ連れていけんのか。あ、格闘王になっちゃった。もう一回来るか。格闘になったからちょっと転職してこよう。チャーモロどうすっかな。 MP、まあ、戦士にしてんだけど、魔法戦士まで上げればかなり使えるので、裏で上げちゃってもいいけどな。そうするとドランゴとかすげえ強くなっちゃうから簡単になっちゃうもんね、本当にね。せめてここはこの状態でいきたいな。あ、これ途中までなってるじゃん。ハッスルダンスとかあったもんね。チャモロをスーパースターにするって手もあるよな。でもまずチャモロがね、回復役で取っときたいので、まず戦士とか武闘家を上げちゃってもいいよね。さあ戦士はね、これ武闘家になってない今。よし、じゃあさっきのとこまでカットします。はい、ですね、チャモロね、魔物使いにしてきました。キラーマスターになってるので、あの魔物使いのね、7まで、まあ、裏でやったんですけどね、ちょっと手間かけて。いや、ドラゴンもドラゴン上げようかなと思ったけど、ソウル上げました。まあドラゴンは地道に上げていこうかな。今レッサードラゴンになってますので、まあ、それは見ながら行きたいかなってのがね。ここに出てくるもので仲間にしたいやつがいるんですよ、ぜひとも。自分それを入れようかなと思ったんで、今回はね。だから別にチャモロの交換でいいかな。まあチャモロに星降るで遊びしてるのはね、あのバイキルト先にかけれるからだけど。ここだったよね、出てくんの。ここじゃなかったっけ、次のとこだっけな。ここボストロールとかいると思うんだけど、それも仲間入んだよね。結構楽に入ったと思うんだけど。もう一個はきついけど。反対だ。まあ、アスラとかいないけど。いたよな、確か。シャモロが、魔物使いにして、あの熟練度7まで上げんのにドランゴ3ぐらいしかレベル上がんなかったからね。あーマジかよ。バーバラが神の踊り手になっちゃいましたね。あ、神の踊り手って踊り子マスターだよね。めんどくせえ、何回も出たり入ったりしなくちゃないのがもうやだね。そこまで熟練度上がってました。
まあもう冒険につきものですからね、これはね。魔術師の塔でいくらでも熟練度上がるので、ただ戦闘するのがね、時間食うんでめんどくさいですけど。あんま上げすぎてもね、簡単になっちゃうかなとは思うんだけどね。もうドランゴ入れてる時点で簡単なんだよね。あ、あと1枚か。スーパースターなれるか、もしかして。まあスーパースターなれるんだったら、まあ、あのベストドレッサーの準備は整ったってことだよね。まあバーバラかミレイユで多分勝てると思うので、まあまだ今きついけどね。あ、まだか。あれなんだっけ、踊り子と遊び人だったっけ、あれ。まあいいや。じゃあ行こうか。たまにどっちがどっちに城あったっけなって忘れちゃうよね。なんだ、せっかくここ抜けて、はい、じゃあ行きますってとこまで行ったのにね。まあ近いからいいけど、何気に近いからね、あそこまでね、さっきカットしたけど。もうめんどくせえから食らいながら行きますね。わざわざトラマナ使わなくてもいいから、こんな戦闘中に剣じゃん、石使えば回復するじゃん、だってね。お、フロストギズモ。あ、あず、あ、そっか、ドランゴ持ってんのか。もしかしたら仲間入ってくれっかなーっていうね、そういう淡い期待を持ってるっていうね。おっと、でもね、こんな立派な階段なんだよね。そうだよね、あの真四角の階段じゃないんだよね。それだったらそこに立ってるだろうから下に行けばいいって頭あったからね、今ね。イオラで5しか食らわね。ああ、めんどくせえ。これマジックフライなんですけど、今はドラクエタクトで、マジックフライ出てくるガチャか。フォレストドラゴンと一緒に出てきてるかな。ハッサンの方が早いのか。結構いいとこまで行けっかな、スラリンも。さすがにあのバルンバとか倒せっかなと思うんですけどね。あそこで止まってたもんね。横から行けるよ。ここ確かいたよな。なんだ、こういう時だけハッサンより早いのか。なんだ？
なんだ今の。あ、パラディーンの効果だ。炎の剣そんなあったっけと思ったら、これいけない、いけるよな。あ、80枚になった。不思議なボレロ、これで取れる。まあ、ここ来ると不思議なボレロなんか起こってるイメージあるんだけどね。お、ドラゴンキラー、ドラゴンキラー、ドランゴがドラゴンキラー。炎の剣より上がんねえ。でも追加効果がないのかな。こっちの方がいいかな。これ上の方にさ、あいついなかったっけ、キラーマシーン2いなかったっけ。だからわざと魔物使いにしたんだけど、いた、いた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 、そうだよね、いた記憶あったもん。あいつほど強くないからね、キラーマジンガほどね。だからドラケイ6出た時にキラーマシーン2が出るみたいなね、話を最初知ってたのよ自分昔。なんだけど、あ、そんなん出んだと思ったらね、全然最初色違いのが出てきて、え、何これと思って、キラーマシン2より先にキラーマジンガなんかしてね。本当はここ行った後に宝物庫行くんでしょうけどね。仲間入んねえかな。ほう、なっちゃった。マジか、最高だね。また戻んなくちゃないじゃん。攻略しちゃおう。ここもセーブ場所なんかないかね。某ゲームやってるとなんか錯覚するよね。キラーマシン2欲しいな。ボストロールも欲しいけどね。ああ、これも、これもまた入ったりして、ドラケあれみたいに。魔人切り使えんのか。魔人切り、あ、あるよな。まあ当たれば会心の一撃だからね。ああ、なるほど。まあ右から来るんだ、あれどっから来るんだろう、この階層かなみたいな感じだろうからね。まあ最初初見で行くとしたらね。あれ、これを、ああなるほど。この下の階から行くとわざわざぐるーって回っていかなくちゃないっていうね、この変なギミックっていうかトラップっていうか構想っていうか分かんないけど。今炎の爪入ったぜ。キラーマシン2入んねえかな。入ったら使うんだけどな、意地で使おうかなと思ってからね。そしたらちょっとドランゴとキラーマシン2をあれにする、僧侶かなんかにして、まあ、ザオリックとかベホマとか使える状態にしたいかな。こいつミラルゴじゃんね。そんな簡単に入ってくれないよな。キラーマシン2結構好きなんだけどね自分。こんなちょっとのダメージで倒せるけど、キラーマジンが倍くらいあっかんね、あいつね。強いこと強いこと。シャモロに賢者の石だな。
バイケルトも使わなくていいや。これどうなっかな。おお、ザオリク使うなよ。おい、ふざけんなこいつ。倒したことなってんのかあれ。うわ、これ倒したことなんないよね。当たった時そうだもんな。暗黒魔導の生き返らせるよな。倒したことなってるわ。1900だけ。これ仲間入ったらおかしなことだよね。あ、びっくりした、びっくりした。仲間入んないよね。さすがに逃げたら入んないよね。そういう設定だよね。な、仲間入りに戻りに来たのかって話だもんね。そうしたらね、あいつ仲間入ってた、多分確率低いと思うんで。もう今となってはミミックもそんな大して強くないね。お、達人皆殺し。当たれば倒せんね。よし、着いた。キラマシン2入れたいんだよな。多分今のチャモロの熟練度だったら入ると思うんだけど、確か7ぐらいだったと思うけど、6じゃねえよな。78はいらないと思う。7ぐらいだったと思う確か。ポストロールはそこまでいらないと思う確かね。だから熟練度っていうのがあるから、このゲーム26しかねえわ。バイキルトを使う。キラマシン2入れるパートですかな、次回。キングスライムも入ったもんね。仲間入れパート2みたいな感じで。びっくりした。下にさ、矢印でやるとさ、一瞬入ったんかなって思うからさ。確かそんなに、すぐ入るような、確率じゃなかったぞ、キラーマシン2は。うん、こいついらない。倒せばいいのか。そっか、じゃあ、ザオリクでずっと生き返らせられれば、倒してザオリク、倒してザオリクってやってれば、無限に稼げるってことだよね。ドラクエ7とかだったらメタルにもね、1以上与えられるぐらい強くなるんだけどね。なんか白く光るやつがザオリクに、ザオリクかと思うからやめてほしいよね。はい。返事がない。ただの石像のようだ。屍みたいな扱いすんなよ。え、見ろよ。ファルシオの様子が。ね。ファルシオンもまた夢の世界の待て、そうはさせぬぞ。ファファファ、あと一歩というところで悪かったな。しかし大魔王様の命によりペガサスを復活させるわけにはいかないのだ。そのままモモトも地獄に落としてやろう。さて、ボストロールぐらいだったら仲間入れてもいいかな。これ危ねえよな、ホロゴーストとかね。あ、魔人斬り使えんじゃん、いつの間にか。やべえな、ドランゴ。あー、危ねえ、よかった。魔法の効き目がなくなった。じゃあ、あれだね。タイの、タイのマン的な話だよね。
賢者の石いいっしょ。呪文使えないよね。だって今黒い霧だから。効き目なくなってるから多分使えないと思うんだけど。そんな、デスタムーア様、グフ。何しに来たんだっていうのをね、本当に隠したが、見てください。DS 版だとなんか本当に雨かけるみたいな感じで、多分サムネになってたと思うけどね、面白かったから。さて、なんとファルシオにかけた手綱が光り輝いている。レックは天魔の手綱を手に入れた。はい、ということで、今回はまあもうちょっと行くか。ゼニシの城まで行って報告はしようか。それで終わろうかね。それワンだけど、保護になったよね、ミレイユがね。もったいないんで、さっさと転職させますね。え、これで賢者なれるか。魔法使いまだなってないんだっけ、ミレイユって。そうだね。魔法使いにしとくか。今、パーティーに使ってない時入れとけばいいのね。HP 少ないからさ、魔法使いがさ、異常にさ。よし、チャモルが今の状態の時に、ボストロールぐらいだったらすぐ入ると思うけどな。あれ確率低くなかったっけ？結構入るよな。ボストロール、キラーマシン2は入れたいんで、自分使いたいんだよね、キラーマシン2。だから仲間入ってから進もうかなと思うんだけど、あんまレベル上がりすぎたら嫌だからセーブしといて、40くらいになりそうだったら主人公がね、リセットをそうかなとか思ってね。そんなことまで考えてますね。で、どうしようかな。そこまでやんなくていいかな。あんま結構上がんねえもんな。よくやったレックよ。よくぞペガサスをもう解放してくれた。ところでどうじゃ、天魔の線に乗ってかける、天魔かける気分はあんま乗ってないよ。まさかまだ自由に飛んでいないと思うのか。手綱をうまく使うのじゃぞ。さて、しかしただ飛んでいるだけでは魔王のいる狭間へはいけぬ。約束通りこの私が天魔を持てる力を全て解放しようぞ。はい、なんとかエスケープとは言わないよね、さすがにね。あ、いいよ。ドラゴル、ペガザルか。ドラゴルエスケープじゃないよね。もうダメだ。ここの下りは本当に違うのやりすぎだ。ふむ、これでよい。そなたらにも扱えるよう、天魔の手綱に青いボタンをつけておいた。だから、X ボタンね。雨かけているとき、雨かけるよう、ね、天じゃないよな。青いボタンを押せば、狭間の世界へ行けるであろう。しかし、急ぐでないぞ。ひとたび狭間に行けば、そこは大魔王デスタムーアの作った世界。どんなことが待ち受けているかわからぬし、戻ってこれぬかもしれぬ。心しかかるがよいぞ。ということです。はい。じゃあね、今回ですけど、ここまでだね。ちょっと仲間入れる作業しようか。ウィンドマージとかさ、あんなん入れてもいいから。あと、スライム格闘場とかね、ちょっと寄り道しようかな、次回は。ね。
まだベストドレッサーきついだろ。これで不思議なボレロが取れたと思います。ああ来たね。90枚でドラゴンの悟りを与えよう。ドラゴンの悟りがこのドラゴンになれるんですよね。だからところどころにあるから、それドラゴンの悟りってだ結構いいんだけどね。すげえな、相当裏作業してたんバレんじゃん。こんな感じですね。まあここまで行けば、あの水門を開けなくても格闘場に行けんだけどね。ということで今回ここまでですね。なんかいろいろあるね。まあ飛んでたら分かりやすいっすよね、このゲームは。じゃあ次回ここら辺やろうか。この辺りやっても面白いしね。あとなんだっけ、キラーマシーン2ちょっと入れたいので頑張ってやってみようかな。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。